メリークリスマス、ね、ちょっと早いですけどね。でもアドベントもやってるから、本当ね、なんか別世界に来たなっていう感じでね。まあアメリカの教会にもいたんですけどね、こっちの方が勝ってますよ。これ外していいんだっけ？外してください。勝ち負けじゃないですけどね、なんかいや日本の教会も負けてないなってね思いましたね。特にね、前に立ってた人僕は毎日ちょっとお腹が出てきちゃったからYouTube 見ながらこうなんていうの、筋トレとねやるんですよ。ここで一緒に歌った方がよっぽど体脂肪取れるみたいなね感じがしましたけどね。ね、ほんとほんとね。ね、今日はよろしくお願いします。このね、何にもなかった原野に今ねこうやってこの建物が与えられて、でこんだけの人がね神様を礼拝してる。いや、ずっと後ろでね、わあ、本当に聖霊様がね、教会は聖霊が建てていくんですけどね、この教会も聖霊様が着々と建てていらっしゃってね。前回ここに来た時は僕は2019年だったと思うんですね。オンラインでは1回ねその後にやってますけど、19年に来た時よりね、もうなんか子供たちの顔もちょっと判別つかない。2年経ってね、2年3年経ってね、成長してるなと思いましたね。神様が生きておられると改めて思わされましたね。ハレルヤ。まあ今年もこのクリスマスの季節がやってきましたけども、クリスマスっていうと皆さんはどんな思い出がありますか？ね、どんな思い出がありますか？この間ある教会で聞いてみたら、あんまりいい思い出ないんですよねって。もうずっとね、ずっとクリスチャンで教会にいらっしゃる方だったんですけどね、でクリスマスっていうともうね教会の奉仕で忙しくてなんか味わったっていうね感覚がないんですよって言ってましたね。どうですか皆さん、クリスマスの思い出。僕は小学校2年生の時でしたけども、クリスマスの前日にですね、母 の化粧台っていうんですかね、引き出しが3段ぐらいあったんですけど、その一番下の引き出しをね何気なくね開けちゃったんですよ。そしたらねプレゼントがね隠されてたんで、それで見てはならぬものを見てしまったと思ってすぐ閉めて、そしたらやっぱりね次の日の朝ね枕元にそれが置いてあったんですね。皆さんはどうですか？いろんな思い出があると思うんですけど、ちょっと分かっちゃってもらえません？はい、はい、これ入ってますかね、マイク。教会の小さい頃に教会 のクリスマス交換があったんですよ。交換、うん、プレゼント交換、プレゼント交換、クリスマス交換はプレゼント交換で音楽に乗せてこう回すやつ、あれで女性用のストッキングが当たったんですよ。帰りの車の中でめちゃくちゃ泣いた。かわいそう。それがもう忘れられないです。いい思い出だ。これはいい。忘れられない。何だろうさ、何だろう、しかダメなものは入れない方がよ。本当にそう思った。どうですか他には。はい。牛乳パックをでお家をいろいろ作って、はい、教会とかお家とか作って。で窓も作るんですよ。そこに電飾を入れて、電飾入れる前に牛乳パックに洗濯用洗剤水でちょっと練って、昔のは溶けづらかったんですね。で練ってそれを雪のように牛乳パックにこう塗りたくって、そして綿を敷いて、もうコピの木の
やって街を作って電飾で月が見えさせるっていうのを毎年やってます。すごい素敵ですね。ね、どうですか、他にはどんな思い出がありますか。はい、あ、印象的でした、残りましたね。今誰か言いかけた人いませんでしたか。キャロリンが嬉しかった、嬉しかったこと、うちにも私が小さい時にお家にキャロリング隊が来てくれてた、お家に玄関に来て、それでろうそくのね明かりの下で寒空の中で歌ってくれるのがすごい嬉しかった、受けてで、ね、私たち教会行ってなかったんですけど、すごい嬉しかった。子供の頃ね、印象残りますよね。さっきね、ここ来て皆さんが練習してるとき、上を見に行ったらね、子供の礼拝がをやってたんですね。たらそこでね、なんとね、千年王国のね、ことを子供たちにね、教えてましたよ。あれね、絶対子供たちに残りますよ。だから、素晴らしい先生だと思ったんですね。素晴らしい先生だ。あんなの教えてる教会あるんですかね。で子供たちもポカーンとして、聞いてましたよ。あれ残るんですよ。僕8歳で日曜学校初めて行って、その時のことが残ってますから未だに、ね、その印象がね、教会が楽しいっていう印象が残ってますからね。すいません、ちょっと脱線してね、キャロリング隊が家まで来てくれた。他にどうですか。羨ましいね、そんなの今ないもんね。サンクスギビングの残りの七面鳥をクリスマスまでに耐えてあげる、はい、教会で毎週ごちそう。アメリカ人の先生だな。あー、なるほどね。11月末から七面鳥尽くし。ね、昨日うちの奥さんがターキー食べたいって言ってました。コストコにある。まあね、他にもね、いろんな思い出があると思うんですけども、クリスマスでいつも思い出すもう一つね、僕あるんですけど、それはね、戦争映画のワンシーンなんです。何の映画だったかね忘れましたけども、第二次世界大戦のヨーロッパでの戦いを描いたものでした。で、雪のちらつくクリスマスの夜、森の中の塹壕でドイツ軍とアメリカ軍が対峙してるんですね。で、夜ね、雪がちらついてるんですけど、クリスマスの夜ですね。で、それぞれの陣地でそれぞれの言葉でクリスマスソングの歌声が聞こえてくるんです。で、冬のね、凍える戦場にあるね、兵士たちにとって愛とかね、優しさとか温かさとか安らぎとかね、それはもうひときわ切実なね、求めだったと思うんですね。子供ながらに僕その、あのシーンがね、ずっとね、心に残ってます。聖書やキリスト教にね、馴染みがない日本でも、クリスマスは愛とかね、思いやりを分かち合う季節として定着していると思いますね。なんかこう、全世界がこの季節なんか楽しくね、また嬉しく暖かくなると思うんですね。で、それはこのクリスマスが、まあ皆さんももうご存知のように神様からの愛の告白だからなんですね。皆さんに向けられた、私たち人類に向けられた神様からの愛の告白だからなんですね。このクリスマスがなぜか私たちにとって嬉しい季節で、イエス・キリストこそその神様からの愛のギフトなんですよね。まあここにいらっしゃる皆さんはね、さっきあんだけハレルヤって叫んでたからね、もうこんな話はしなくても分かってらっしゃると思うんですけども、改めてね、
ね、この感謝を捧げたいと思うんですけどね。で、今日はですね、その神様の愛にはどんな特徴があるのか、改めてね、見ていきたいと思ってるんです。で、僕はかれこれ37年ぐらい聖書を読んできてるんですけども、まあ、長い間聖書を読んできて分かったことがあります。それは神様の愛は私たち人間の愛とは全然違うっていうことです。まあ、言い換えれば、神様が愛してくれるのと同じように皆さんを愛してくれるような人はこの世にはいないっていうことです。もう一回言いますよ。神様が愛してくれるのと同じように皆さんを愛してくれる人は残念ながらこの世にはいないんです。まあ、聖書では今日の御言葉なんですけどね、エレミアの 31-3 っていうところなんですけど、新改訳というところではね、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、あったんですけど、なんか出ます？出ます。はい、これでいいです。はい、まあ、これ読んでみましょうね。それは、こっからかな、こっからね。私は永遠の愛をもってお前を愛してきた。憐れみの綱でお前を引き寄せてきた。こういう言葉があるんですね。で、これをちょっとね、皆さん見ながらね、ここから神様の愛にはどんな特徴が見て取れますか？ん？永遠ね、神様の愛の特徴、一つ目、永遠だって言うんです。永遠ですよ、途切れないんですよ、途切れないんですよ。今皆さんに神様が向けておられる愛は途切れないんですよ、永遠なんですよ。他にどんな特徴が見られます？お前お前呼び捨て。あの、他の聖書ではちゃんとね、あなたって書いてあります。憐れみとかね。まあ、他の聖書のとこでは恵みとも書いてありますね。いや、お前って言ったのはなんでか。なんで？その個人を、うん、私っていうを対象にして、うん、個人的な愛で。そうそう。ああ、なるほどね。そうですか。そこまでは読み取れなかった。はい、マロンさん。イスラエル。あ、こっち行ったか。ね、あの、いいです、いいです。あの、これはね、今日の箇所っていうのは旧約聖書なんですね。で、イスラエルがもうそろそろその約束の地から、バビロンっていうところにね、こう、なんていうんですか、全部ね、こう神様の裁きで移されちゃう危機的な状況だったんですね。そういうところ、そういう時にね、神様が言ったね、言葉なんですけどね。愛、神様の愛の特徴、綱って書いてありますね。ね、綱で引き寄せてきたんだって。紐じゃないんだよ。綱なんだよ。太いんだよ。切れないんだよね。あの、ね。まあ、この綱でね、綱でね、こう繋がっているって感じですね。あー、あれ、それはこれ。すいません、よく発見してくれましたね。あの、どんなに強く愛し合っているって言っても、人間の愛はいつも何がしかの点でね、失敗すると思うんですね。もう経験済みでしょ、皆さん。例えば僕も奥さんを誠実に愛しているつもりですけども、伝わっていないっていうことはよくありますね。また無意識に傷つける言葉を使ってしまってるっていうこともあります。本当にね、僕の愛は失敗だらけですね。
また娘がいるんですけども、娘をどんなに愛していても今まで何度も嫌われてきました。また教会の皆さんをね、本当に大事に思ってますけども、おそらく何度もつまずかせてきてると思うんですね。ところが神様の愛は永遠に続くし、あの英語の聖書を読みますとね、 Unfailing Love って書いてあるんです。これね、まあ失敗しない愛ですね、永遠でかつ失敗しない愛ね。私失敗しませんからってね。ちょっと脱線しそう。永遠で失敗しない愛を持っていると聖書では言ってるんですね。私は永遠の愛を持ってあなたを愛してきた、憐れみの綱であなたを引き寄せてきたって言うんですね。紐じゃなくて綱だってね。このね、特に今日は永遠っていう言葉があるんですけども、神様の愛が永遠であるって言った時の永遠、ここには2つぐらいもっとね、あの意味があるんです。でその2つの意味を、まあ、2つの特徴って言ったらいいですかね、それをね、あの理解するともっともっと嬉しくなります。1つ目は、神様の愛が永遠であるって言った場合、どんな意味合いが含まれてるかっていうと、無条件であるってことです。神様の愛は無条件であるってことです。神様の愛は、もしあなたが何々であれば私はあなたを愛しますとは言いません。これは条件付きでしょ。条件付きの愛はこんな感じですね。あなたが愛してくれれば私も愛する、私を楽しませてくれるなら愛する、イケメンだから好き、これは本当の愛ではありません。見目麗しい容姿を失ってしまったらどうするんですか。またより魅力的な人が現れたらどうするんですか。愛するのをやめるんですか。こういうのは条件付きと言います。ところが皆さんへの神様の愛はこう言っています。私はあなたを愛しています、以上、問答無用。私はあなたが愛してくれていなくても愛しています。あなたはいつも守備一貫しているわけではないですし、いつも正しいことをしているわけではないのですが、私はあなたを愛しています。まあ、聖書の別のところにはこう書いてありますよ。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったとき、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皆さんがいい人になったから愛されてるんじゃないんですよ。で、神様の愛が永遠だっていう場合の2つ目の特徴ですね。それは神様はブレないっていうことです。守備一貫しているっていうことですね。さっきは無条件って言いました。今度は神様の愛はブレない。守備一貫しているっていうことですね。神様の愛は気まぐれではありません。いつもらえるか予想不可能っていうようなね、ものではありません。まあ、もしかしたらここにいらっしゃるな、ね、どなたかはこの守備一貫していないご両親のもとで育てられたかもしれません。守備一貫していない親は心が不安定な子供を作り上げてしまいますね。まあ、昔ある人がこう言ってました。父がひっぱたいてくるのか抱きしめてくれるのか、いつもビクビクしていました。父は気まぐれな機嫌屋でした。こういうのを一貫性のない愛って言います。まあ、実はこの子供っていうのは僕です、ね、昔そうだったんですね。本当にねビクビクしてました。でもね、聖書に描かれている、聖書もね、神様のことを父なる神、お父さんなんですね。僕には2人お父さんいるんです。
ね、肉のお父さんと霊のお父さんがいますね。その父なる神様には次のような質問をする必要は決してありません。どういう質問かっていうと、今日は神様愛してくれるかな、こういう質問はしなくていいんです。神様の愛は永遠に続いていきます。詩編の100編のね、五節っていうのはこう書いてありますよ。主は良いお方、彼の愛は永遠で、彼の誠実さはいつまでも続くって言うんですね。まあ、皆さんがこれまで何をしてこようと、誰かにひどいことをしてこようと、あるいはそれをどれだけ長い間やってこようと、皆さんへの神様の愛は何ら変わらず今後も永遠に注がれ続けていきます。まあ、神様は皆さんの良し悪しなんかに左右されないんですよ。あの方は、ね、そんなやわじゃないんですよ。まあ、このように神様は無条件な愛、守備一貫してぶれない永遠に続く愛を私たち人間に示しておられると聖書では繰り返し繰り返し教えています。でもどうしてそこまで私たちのことを愛することができるんでしょう。私たちは間違いだらけでしょ、賭けだらけでしょ、失敗だらけでしょ。なのにそれでも神様は愛してくださるって言うんです。まあ、聖書にもキリスト教にも疎く、神様にも見向きもしない私たち日本人にさえ、神様は無条件でぶれない愛の腕を広げて待っています。どうしてなんでしょうね。まあ、その理由こそこの今から2000年以上前に起きたイエス・キリストの誕生と十字架の死、そして死からの復活でした。あれがあったので神様は地球上のすべての人々を無条件にぶれずに受け入れることができるようになっています。もっと言うと、あれがなかったら、ね、あの十字架の、まあ、もっと言えばキリストが来なかったら、私たちは絶望ですよ。愛が分からなくて。で、まあ、ここにいらっしゃる方々はね、もう説明いらないかもしれないけど、聖書は旧約聖書と新約聖書の2つからなってますよね。で、旧約聖書には大まかに3つのことが描かれています。1つ目は、神様が天と地を作られたこと。まあ、この宇宙と世界は永遠に続く朽ちることのない神様の作品として作られ、また私たち人類は神様ととても親しく永遠に生きることができる、まあ、そういうものとして作られました。それがね、まず一つ書かれてます。で、旧約聖書2番目に書いてあることは、人類は神様の敵になる道を選んでしまったっていうことです。アダムとエバから始まって人類は神様よりも自分の好きなように生きていく方がいいという道を選んでしまいました。そして神様がせっかくお作りになったパーフェクトなね、この世界を壊しまくっています。ですから人類は神様からの怒りとか呪いを買っていて、人生はいろいろな苦しみに悩むものになってしまい、また永遠に生きるはずだったものが必ず死ぬものに格下げされてしまいました。旧約聖書3つ目書いてあるのは、神様は救い主キリストとなって将来人類の歴史の中にやってくるよ、救いに来るよという予言が書いてあります。神様は喘ぐように人生を過ごして死んでいくしかない人類を憐れんで、全人類が再び神様と親しくなって永遠に生きるものとなるため、救いに来ると、救いにやってくるというね、約束をしてくださったんですね。それが旧約聖書に書いてあります。で、新約聖書もね、3つのこと、大雑把に言うと3つのことが書いてあります。それは1つ目は、
旧約聖書で予告されていたこの救い主キリストがやってきたということです。あの諸人こぞりての歌がありますよね。あれ諸人こぞりってなんだっけ、迎えまつれ、はい、さっき待ちにしにしは来ません、はい、どうもあの諸人って何ですか、こぞりてね、諸人こぞってみんなでってね、みんなでこぞって久しあの迎えまつれね、お迎えしましょう、久しき待ちにし、長らく待っていた主は来ませり、あのほら旧約聖書でずっとね、来るよ来るよ行くよ行くよって神様が言ってたあれがね、とうとう果たされたっていうことです。ずっと待ってた主が来る、救い主が来るってね、来たっていうことですね。で新約聖書2つ目に書かれていることは、キリストは十字架にかけられて殺されたことが書いてあります。せっかく人類を救いにやってきたのに殺されてしまったんですね。けれどもキリストの処刑は私たちを救うための神様の方法でした。キリストは全人類の代表となって神様のすべての怒りや呪いをその身に負ってくださいました。本来なら神様を無視し自分勝手に歩んできた私たち一人一人が受けるべき天罰でしたけども、キリストが身代わりに受けて死んでくださいました。これで神様の積年の怒り、積年の恨みは完全に果たされて、私たちに向けられていたその怒りは見事に解消されました。3つ目、新約聖書に書いてあること3つ目は、キリストは死んでから3日目に復活して人々の前に現れたことが書いてあります。キリストは皆さんの身代わりに神様の怒り呪いを受けてくださっただけでなく、死を克服してよみがえることでご自身が神であるということを証明しましたし、また皆さんも将来死からよみがえって神様と一緒に永遠に過ごすことができますよということを身をもって示してくださいました。まあこの旧約聖書新約聖書を一言でまとめると、キリストが来てくれたことによって私たち人類に向けられていた神様の怒り呪いのすべてが取り除かれたっていうことなんです。今神様が皆さんを無条件でぶれることのない愛を持ってね、皆さんに接しておられるのは、まあ接していくことができるのは、ひとえにこのキリストの十字架の身代わりのおかげなんですよ。だからこのクリスマス全世界は Joy to the World ね、Joy to the World だから世界に喜びが来たって感じですね。久しく待っていた救い主がとうとう来てくださった、神様から無条件でそして永遠にね愛していただける時が来たっていう喜びの声をね上げるんですよ。まあさっきねちょっとハレルヤハレルヤみんな言ってたからね、ちょっとこのフレーズは言いにくいんですけど今風に言えば何ですか、ブラボーということですね。さっきあの後ろでちょっとねハレルヤ言ってたからね、このブラボーやめた方がいいかなって。でもね僕は本当にクリスマスを思った時にね、ブラボーと言ったんですよ。本当にこのメッセージ作っててね、ブラボー、こうブラボーこそクリスチャンが言うべきだって、ね、でもハレルヤの方がせーの、すごいねこの教会なんか自由がなんか流れてますねここね。まあ、皆さんもね改めてこのクリスマス神様からの贈り物であるイエス・キリストというギフト、そのねありがたさをねかみしめてほしいんですね。またまだね
自分のものとしてなんとなくちょっと宗教だから怖いとかね思ってね遠くから見てる人が いらっしゃったらね、神様の無条件でぶれない永遠に続く愛がねもう注がれてるんですから、それをね受け取りませんか。まあ次のようなお祈りをね心の中で一緒に捧げましょう。僕が代表してねお祈りするので、心の中でね一緒にね心を合わせてくださいね。ただし最初の祈りの最初の言葉だけ声に出して一緒に言ってください。じゃあ祈りますね。最初の言葉だけみんなね一緒にね、ブラボー、神様無条件で永遠に注がれ続ける愛で私のことを愛してくださっていると聞きました。イエス・キリストが十字架で死んでくださったのは神様の怒りのすべてを私の身代わりに受けてくれたことだったと聞きました。私を生かすために本当にありがとうございます。神様の愛の中に私も入れてください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ハレルヤ。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。